はい。ちょっとお待たせいたしました。はい、ということで、月刊チー第何回目ですか？19回です。19回目？そう。はい。ということで、いや雪やばいんだけど。ね。この配信は不要不急ではないんだな。そう。不要不急の配信ではなかったですかね。必要な配信だったんですね。ということで、はい、皆さん、なんと、新スタジオと言っていいんですかね。新爽快ルーム。新爽快ルーム。めっちゃ家だけど。まさかの和室。めっちゃ家だけど、ちょっとね、あんまり映ってないけど、こたつに入ってます、今。はい。はい。こたつで畳です。はい。もうね、いよいよですよ。いよいよやってきましたね、番組ね。ねえ、こたついいよね。私も、マジで何十年ぶりぐらいですよ、こたつ入ったら。あ、何億年ぶりですか？はい。この、丸いテーブルなんですけどね。うん、で、ヨギボに、初ヨギボに乗ってます。初ヨギボ、意外っすね。意外か？なんか、ちいちゃん使ってそうで、ヨギボとか。ヨギボ。いや、でかいじゃん、ヨギボ。でかい。部屋ね、場所取るから、ヨギボ持ってる人います？いるでしょう。え？こたつ入りながら見てます。仕事こたつでやってる。いいな、ヨギボ。こたつ入ると眠くなる。ねえ、眠くなるよね。そう、だからね、あれはつけてないよ。ちょっとさ、そんなことよりだよ、話戻るけど、皆さん雪大丈夫ですか？どうでしょう。これは関東だけなの？みんな、なんだっけな、なんかさっき書いてくれてたんだよな。関東だけやばいんですか？南東北も。関西雨だけ。関西は雨。あ、そうなんだ。岩手は降ってない。仕事帰宅命令出ます。あー、そうだよね。大丈夫でしたか？仕事リスケになった。西の方は降ってないんだ。うん、雨か。神奈川も積もってる。うん、じゃあやっぱ関東近辺なんだね。うん、いや、マジさ、関東は雪に弱いんだって。宮城も降ってやめてくれって。マジで。すぐ交通機関止まっちゃうんだから。そうなのよ。入れる？今日。まあ、やばい。雪国の人からしたらね、やばい。いや、でもね、あれだよね、珍しく東京にしては。うん、東京ってたまーに降るじゃん。うん、珍しく、うっすらね、道に積もってる。うん、リアルタイムで。うん、降るけどみぞれでとかさ、うんうん、あんま積もらないとかだけど、うん、今結構ね、若干うっすらだから、滑るのよ。そう。道。うん。でも平日でよかった。平日でよかった？マジで。逆じゃない？仕事だからさ、平日みんな。ねえ。神奈川ガトーショコラくらい積もってる。確かに。いやー、久々じゃない？東京こんな、関東ね、降ってるの。そうですね。ねえ、皆さんお気をつけてくださいですよ。ほんまね。雪なー。そう、だから傘さしてると傘に積もるのよ。うん、びっくりしたわ。明日電車、明日まで降るんとかなんとか、さっきシミピョンがね、不吉なことを言ってて。降るらしいよ。明日の朝まで。だからちょっと明日はもう、あれだね。関東怪しいね。朝、出勤に響くかもよ。え、待って、今日何曜日？月曜だよね。
明日休みでよかった。ああ、明日休みの人ね。明日の午前も降るとか。やめてくれ。やめてくれ。仕事なんだっつうのな。アイスバーン、そう。ねえ、関東ね、バーって積もるんじゃなくて、アイスバーン怖いよね。うん、自転車通勤はやめといた方がいいかもよ。危ないよね。うん。ああ。アイスバーンね。通勤ラッシュに鉢合わせる。だから明日ね、ちょっと朝もうみんな、いいんじゃない?そういうわけにいかないの?いかないんだよね。そうね。溶けて凍る。このままね、降ってくれたらアイスバーンっていうか。自転車滑って骨折も怖いし、私のような、多分これ、ここで言ったかな?転んで、そのまま自転車がスイーって自動車道にさ、行ったことあるから、たまたま車来てなかったから私は助かったけど。そうそう、明日もさ、休める人は休んだ方がいいよ。危ないもんね。あ、言ってたよね。そう、言った気がする。中途半端に降った雪って滑りやすいよね。ねえ。そうなんだね。ペンギン歩きだ、ペンギン歩き。知ってる?ペンギン歩きって。北海道の人に言われたんだよね。ペンギン歩きしなって。不要不急の外出ね。謎のワード。不要不急って何?靴の裏絆創膏貼るといいよ。へぇ ー, ー雪国知識?それ。ってこと?そうなんだ。なんかない?そういう豆知識ね。自衛隊知識。はぁ、そうなんだ。取れそうだけど取れない。そうですか。まあまあまあ、皆さんね、本当、もうみんなね、今お家ついてるかな、さすがにね。うん。関東の人、どうですか?もうお仕事さすがにね、この時間だと。月曜だとね、普段だったらもしかしてまだ会社にいる人とかいたかもしれんけど、今日はね、ほんと早めにお帰りくださいませ、つうことで、この放送見ながらね、温まっていただきたいと思いますよ。はい。いやー、新スタジオね、いい感じですよ。うん。はい。なんかまったりがね、加速しそうですけれども、やっていきたいと思います。では、総会のご説明、いつものね、ちょっと軽くさせていただきます。前半40分、誰でも無料で職場体験することができます。後半40分は、上納券支払ってくださった方限定でお届けいたします。後半では、ダミーヘッドマイク、軍装を使って皆さんの精神を堕落させたり、とあるゲームをやっていこうと思います。延長戦もやっていきますよ。上納券は、リンクの方からお支払いいただければと思います。それでは、早速総会の方、スタート。です、です、です。まずはこちらから。日報報告。うわ。くくくー。ってことで、普通おたのコーナーです。よ、今月のファルゾニターンのお便りテーマは、ふるさと地元自慢でした。うん。あー、皆さん、ありますか?ふるさと。そして地元自慢ですね。え、ファルちゃんどこだっけ?ファルゾは魔界ですが。そういうのいいから。そういうのいいから。私は神奈川県ですが。神奈川。なんかあります？ありますよ。あるけど、バレちゃうから言わない。あ、そういう類の結構限定っていうか、特定できそうなの。うん。
そうですね、ピンポイントすぎてやめとく。何そのお祭り的なってこと？うん、なんかその聖地みたいなのがあるんですよね。ああ、なるほどね、うん、あー聖地ね、うん、みんななんかある？これからお便り送ってくださった方読みますけど、うんうん、パイナップルケーキが美味しい台北出身。台北いいですね。わー、お腹空いてきた。さ今日珍しくね、ずっと言ってるね。うん、そう。なんかさっきさ、いや、出前館がどうとか、ウーバーがどうとか話してたんだけどさ、今頼んだらね、申し訳ないよね。そう、だからウーバーはさ、チップがつけれるじゃないですか。うん、つけれるの。あの、ファルちゃん知らなかったんだけど、うん、出前館派らしくて。そう。あの、ウーバーは、私、やる、頼むとき別につけないからあれだけど、5% からつけるのかな。ねえ。上乗せでね。それた、そのチップ分は、ウーバーの配達員さんがそのまま丸々持っていけるのかな。ねえ。かな。はい。はい。源氏の発祥地らしい。はあ。デジモンの聖地なる、東京都練馬区。ああ。うん、なるほどね。あ、天気悪いとプラスでお金もらえるんだ。あ、そうなんだ。そういう手当があるんだね。だから逆に、まあ、ガチの装備で頑張るぞみたいな人もいるってことだよね。ありとあらゆる聖地、かっこ湘南。いやー、湘南は多いよね。そういう、なんか撮影地とかね。うん、B 級グルメ多いかも。どこだろう。ねえ、ウーバーイーツ頼もうと思ったらやってないか、やってないんだ。危ないから。お店がね、そもそも。あ、そうなんだ。提携店が今やってないです的な。見てみよう。マイナーなうどん過激派遣ってくらい。え？香川ではなく。海鮮推し宮城。いいですな。出前からやってる。めちゃめちゃやってるね。ちょっとお腹すくからやめよう、見るの。出前館でなんかコーヒー一つだけとかで頼む。やだね、それ配達すんのね。まあでもなくないだろうね。盛岡三大麺、わんこそば、冷麺、ジャージャー麺。いいですな。かわいいカフェが多い？どこなんですかね。冷めちゃうよ。確かに。キンキンに冷えてそうだよね。そうですか。じゃあね、お便りの方を読んでいきたいと思いますよ。はーい。まず一つ目こちら。ななみさんからいただきました。ありがとうございます。重松さん、ファルゾーくん、こんばんは。私の地元、そして住んでいるところは、静岡県の西部です。うなぎやみかん、などすごく美味しいので、おすすめです。実は、うなぎの養殖の発祥はこの地域からだそうです。へー。ご存知でしたか？私はそのことを数年前に知って驚いたことを覚えています。浜松餃子もジューシーで美味しいです。ぜひ食べてみてください。浜松市は音楽の街と言われているそうです。私は正直この名称を他県の方が認知していなそうと思っていますが、どうなんでしょうか？教えていただきたいです。話を戻して、河合やヤマハという大手会社の本社が2つとも市内にあることが誇らしいなと自分的に思っています。へー、河合とヤマハね。日本のピアノの生産は 100% 静岡県で作られていることが自慢です。そうなんだ。めちゃくちゃあるな。市のキャラクター、家康くんは可愛いですよ。知ってる。ぜひ見てみてください。興味を持ってくださったら嬉しいです。重松さんにとって静岡県西部に限らず、静岡県への偏見や魅力は何かありますか？いつか訪れていただけたら幸いです。まだまだ寒いので、お体にお気をつけてお過ごしください。へえ、いろいろあるね、静岡県。うん、
あ、だからヤマハとかがあるからっていうところから音楽の街って言われてるのかな。うん、ね、ピアノとかね。うん、静岡っていうとやっぱパッと思いつくのはお茶ですか。静岡茶ね。お茶だよね。うん、緑茶とかね。そうね。サッカー強いね。あ、そうなの。うん、高校サッカー。あ、高校サッカーか。へー。ね、静岡はね広いからね。西部とかいう概念っていうか、あれがね、爽やかね、はっきりしてるのかな。ハンバーグね、爽やかハンバーグ、静岡か、うん、そう、そうだ、新幹線で売ってるお茶美味しい。あ、ヤマハの本社静岡なんだ。知らなかったねえ。爽やか、なんか出前感。ちょ、ハンバーグ食べたくなっちゃうよね。これね。ほんと。ハンバーグね、うん。そう。いっぱいあるじゃん、静岡。ね、静岡行ったこと、え？ないっけ、私。フォアレーゼンってないかな、うん、ないか。なかったか。あれ、御殿場静岡。御殿場静岡。うん、アウトレット。アウトレットね、行きますよね。すごいいいよ。通過したことしかない。あー、確かにね。通過地点か。でもね、確かになんか美味しいものとか、やっぱお茶がね、名産って、うん、つまり、まあ、水が美味しいってことやんな。うん、ね、行きたいですな。ありがとうございます。うなぎだって。うなぎの養殖が初めて成功したところなんだね。へー、うなぎね、謎大きい生き物ね。まだ解明、いろいろ解明されてない、あの美味しいうなぎね。うーん、お腹空いてきたね。どうしよう。今8時20分。頼みたい。いいよ、なんか頼めば。ちょっと頼む。え、ダメかな、かわいそうかな。どうする。どうだろうね。いくら頼んだら用紙出してくれる。ちなみに私は大丈夫ですよ。うん、でもパルちゃんが、ね、すごいお腹空いたんですが、出前館はねチップないんだって。ポテト、うん、マック頼んだら1本ぐらい食べれ。出前館はね、お店の方が来る、出前館の出前館スタッフさんが来るのかな。その人直接あげたら怒られるんですか。1000円。いや、ダメでしょ、しっかりチップ渡せる。ちょっとこの放送で言っちゃってるからもうアウトだよ。ウーバーは、うん、あれなんですよ、皆さん。ご存知の方も多いと思いますけど、ウーバー配達員の彼ら、彼女ら の方々は、うん、あれですよ。自営業扱いらしいですからね。はい。だから、何ですか、そのどこかの会社所属のアルバイトとかとまたちょっと違うんですよ、皆さんね、らしいですよ、うん、やめよ、危ないよ、ちょっとさっき見たら、見た、見たらもうすごかったもん。ちょっと窓開けたら上から積もった雪がバッサー落っこってきたもん今。そう、さっきすっごい音してて、そう、何の音っつってさ。ウーバー頼んだことない、もう本当に。そうですか。あ、そうそう、だから私と一緒。声優と一緒なのよ、ウーバー配達員のさ、うん、こっちのスタジオキッチンないんか。こういうキッチン、キッチンあるよ、あるんじゃない。キッチンはあるけど食材がないんですよ。まだね、機材とか本当機材だけって感じだよね今ね。うん、田舎配達
あーそうね、範囲外とかあるもんな。そうてかさ、雷も落ちたよな。さっきなんかゴロゴロって言った気がした。すごくない？ねえ、うん、なんかとんでもないことになってるよ関東関東滅亡する。いや静岡行ってみたいね、うん、爽やか美味しいよ。うわぁ肉食べた急に。ありがとうございますななみさんね。はい、続きましてこちら豚丸さんからいただきました。ありがとうございます。重松さすいファルゾーちゃんこんばんは。こんばんは。私のふるさと自慢、地元自慢はレトロ自販機がたくさんある場所があることです。へー。うどんやそば、ラーメン、ホットサンド、かき氷、味噌汁自販機なるものまで、すげー。様々な自販機があるのです。へー。土日はレトロ自販機目当てに来る人でとても賑わい。はぁ、ラーメン自販機は、当たりは卵が入っているなど、くじ要素があったりするので、毎回行列ができています。私もレトロ自販機の物珍しさや、ラーメンやうどんが食べたくなって、時々平日にひっそりと行くこともあります。重松さんはこういうのがあるとやってみたくなる、行きたくなるなど、何かありますか？まだまだ寒い日が続きますので、体調などご自愛ください。読んでくださり、ありがとうございます。どこ？どこ？これ、じゃ調べれば、わかっちゃうんじゃないの？どこ？うどんやそば、ラーメン、ホットサンド、かき氷、味噌汁自販機。えー？すごい。何それ、なんかもうテレビとかで特集されてそうなあれだよね。夜更かしでやってた気はゲフあね、月曜から夜更かしでやってそうって思ったもん今まあね、あえて豚丸さん書いてないからあの言わないですけど、すごくない？うん、やっぱなんかそういう自販機とかさ、うん、ガチャガチャとかさ、うん、に入ってるなんとかみたいな、うん、好きだよね、うん、日本人好き。なんでだろうね、なんでだろうね、なんか、まあ、ガチャはちょっと違うか、ね、自販機いいよね、うん、まあ、たまにね見ますけどさ、なんだっけ、餃子販売所とかさ、無人の、うん、あのとか、まあ、地方とか行ったらね、たまにそういう自販機とか見ますけど、うん、ここまでレパートリーあるの知らんな、うん、どこやろうね、行ってみたいな、うん、かき氷ってそれは通年なの、季節とか、ホットサンドとか、すごいね、ちょっとまたお腹減ってきちゃったラうどんそばラーメンはまあ見たことあるね、自販機で、うん、ホットサンドか、いいね、面白い。そうですか、くじ要素あるの受けるね、うん、カップ麺の自販機とはまたちょっと多分な、生なんだよね、生麺ってことじゃない、どうなんだろうか。アジフライ自販機は駅にある、マジ何それ面白い。あ、やっぱほら生だよ、しかも美味しそうなんだけど、ね、普通に美味しそうなんだけどすごいいね。なんかさ、自販機ってことはま24時間やってるわけじゃない、うん、あのどうしたってさ、帰りが遅くなったりとかってするの、うん、するさ、お仕事とかさあるわけじゃん、うん、私もたまにさ、うん、22時近くにさ、あの最寄りまで帰ってきましたとかあるわけじゃない、うんうん、みんなもさ、もうそうなるとさ、コンビニしかないなとか、うん、あの松屋しかないなとか、いや松屋も美味しいんだけどさ、うん、また松屋かみたいなとこさ、なっちゃうわけじゃん、うん、またコンビニかとか、うん、自販機あったら嬉しいね、そうだ、こんなラーメンとかさ、うん、アジフライとかさ、アジフライちょっと湘南にも湘南クッキーとか得体の知らない自販機あるよ、うん、ピザの自販機か、
ねえ、そういう時遅くなる時とかさ、いいね、うん、羨ましいな。そうですか、ちょっとお腹減るから次行こう。ありがとうございました。続きまして、続きましてはですね、いや、 やっぱね、ふるさと地元自慢大体ね、うん、食べ物なんですよね。そうだよね。食べ物なんや。来世は石油王さんからいただきました。ありがとうございます。いやー、石油王さんもね、食べ物のこといっぱい書いてありますね。石油王さん、山形県だそうです。うん。田園風景ですとか、お米も美味しいのですが。うん。枝豆も大変美味しいというところになります。はあ、枝豆ご飯のおにぎり。美味しすぎて忘れられません。他にもね、いろいろ、関岩さん書いていただいて。汁物で言うと、うん、私の地元は山形県の中でも、海側の庄内地方という地域ですが、味噌ベースの汁物が多いです。山側の山形市の方は醤油ベースが多い。なるほどね。芋煮をはじめ、どんがら汁という、かんだら、かっこ寒い時期に取れるタラのぶつ切りを、うん、白子や内臓ごと入れた味噌汁も美味しいですし、正月には七草粥の代わりに納豆汁、引き割り納豆を入れた味噌汁を食べます。春が近づく頃には妄想汁、過去妄想だけというタケノコと、酒麹の入った味噌汁など、寒い時期はいろんな汁物を食べます。また、味まんという、関東の方では大判焼きとか今川焼きと呼ぶ、よく呼び名で論争になるあれですが、山形県民では、県民は味まんと呼ぶものがあります。はあ、私はチーズ味が好きなのですが、お腹減った。お腹鳴ってる今。ずっと同じ話してるね。お腹すいた、お腹すいた。どんがら汁ですか。美味しそうだね。どんがら汁、かんだら、寒い時期に取れるタラのぶつ切りや白子や内臓ごと入れた味噌汁。面白いね、やっぱ。さっきもね、静岡県の西と東でみたいなのありましたけど、山形も、うん、山側、海側で違いますって。そうですか。いいね。温かい汁物飲みたくなっちまった。飲みたいね。ありがとうございます。次いくね。いろはにほへとさん、富山県の自慢。お、ブリ、ブリ、ホタルイカ、いいね、白エビ、いいね。え、すごい。カニが多く取れるため、うん、小学校の給食ではカニ給食といって、一人一杯のカニを食べられる給食もありました。マジ？すげえ。一杯よ。カニの一杯ってあなた。すごい。すごいね。そういうことでしょ？うっそ。そんなに？ああ、でも、不良だったら食べられない時もある。うん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 、すごくない？地元ならで、あと海の近くならではだね。不良だ、そういうこと。は？タイマーでしょうが。そういうことか。悪い子ちゃんは食べたらいけないって言ってんのかと思って。サンタクロースじゃねえんだからよ。ごめん。しょうもないことでツボに入んないで、おじさん。取れなかっ
だった時はってことね。不良だったよね。リベンジャーズに出てくれない人は食っちゃいけないのかと思ったよ。まあ、食っちゃいけないかもしれない。そっちの不良も。そっちの不良もね、食べちゃダメだよ。失礼しました。なことじゃないね。いやー、不良違い。うん、日本語ってね。難しいね。わかるよ、ファルちゃん。いいよ。いい、そんなフォローしなくていいよ、みんな。優しいな。いや、カニ、すごいね。いいな。羨ましいですね。東京なかった、そんなの。ないよ。ね、神奈川の不良はカニはね、食べられない。そうですね。なんてね、くだらないね。本当にこたつ入るとね、うん、こういうくだらないなんか、ね、あれが出てくるんです。ご当地給食ね。ご当地給食。ご当地給食なんかない、みんな。東京はないです。ありません。東京はありません。ご当地給食、ある人、なんか、ご当地給食って言われて、なんかみんな、そういえばって、なんじゃない？今日味噌カツ出たよ。ちょっと待って、給食、給食食べてる、え小学生の方ですか？中、もしかして、あ、先生？それとも中学校？カニジ。こと？桜ご飯。なんだっけ、桜ご飯って。桜でんぷんってこと？そんなことないね。中学生で給食ってことか。かわいい。味噌カツ？味噌カツ、え、あ、愛知、え、どこだっけ？味噌カツどこだっけ？名古屋か。名古屋。サンマーメンって何？サンマーメンは、ね、どこだっけ？神奈川。神奈川？あんたんとこやんけ。サンマーメン有名だよね。桜ご飯って何？醤油。ちょっと社長、もう一回大きな声で言ってもらっていい？醤油、酒、塩のみで炊いたご飯で、炊き上がった時の色が薄い桜色に見えることから、そういう桜ご飯っていう名前がついたそうです。みんな聞こえた？へえ。聞こえてないかな。あんま聞こえてなかった、うん、醤油と塩と何かを混ぜると色が桜色っぽくなるんだって。まあ炊き込み、具なしの炊き込みご飯みたいな感じか。うん。これどこなの？どこがあれなんですか？うん、有名なんですか？桜ご飯の人、桜ご飯ってコメントしてくれた人、どこの、どこの方かしら。桜でんぷんじゃないんだって。あ、これも静岡の？おい、静岡いろいろあるね。すごいね。はあ。姫路おでん給食に、給食におでんなかった気がする。私、プリプリ中華炒め。じゃ、なんか大丈夫それ、あの出任せ言ってない？プリプリ中華炒めっていうのがあるの？何それ。姫路おでんは生姜醤油で食べるやつだっけ？何それ。でもなんか聞いたことある。へえ、いいね、やっぱ、やっぱ、あるんだ、ご当地のその、給食にね。裏山だわ。東京はね、ほんとない、と思う。何？うん。
そういうご当地的な、うん、あ、京都市民にプリプリ中華炒めって言うと通じます。まあ、何それ。何それ。給食のレシピ、プリプリ中華炒め。へぇー、それ、そういうのが。プリチュー、プリチュー、京都ではそうなんだ、あるんだ。失礼いたしました。知らなかった。なんでだろう、プリプリ中華炒めってなんで言うんだろう。おもろいね。うん、しーちゃん時間だ、そろそろ。そう、もう39分になっちゃった。ごめん、どうした。急に虚無になっちゃった。ちょっと待って、うん、じゃあざっとね、うん、ざっと言うわ、うん、ヒーローさんは、うん、地元に白鳥が飛来するって。おー、いいね、いいね。ぐるぐるパーさんは埼玉ね、うん、ダサい、え？ダサい玉。あー、あ、ダサい玉って、うん、諸説あるけど、うん、某番組で、うん、タモさんが言い出したものらしいよ。はるちゃんさん、京都の下の方にある小さな村がふるさと地元なんですが、うん、お茶が美味しいって有名。あ、京都もね、お茶美味しいもんね。メホルさんは転勤族だったけど福岡、うん、食べ物が美味しいところがいっぱいあるね。あ、呼び捨て希望ひな、第一志望の高校から合格いただきました。やったー、おめでとう。やだ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 、今年の4月から、え、違うよ、に、え、いつから、4月か、今年の4月から入学だよね。楽しんでね。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。そんなひなは毎年10月末にお祭りが開催される。アットホームでとっても楽しいです。うん、素晴らしい、よかったね。うん、サクペさんは、まあ、自然が豊かな場所が誇れる、素晴らしいじゃないですか。いやー、ということでね、うん、皆さん本当にたくさんね、お便りありがとうございます。うん、いや、給食ね、気になるね、うん、みんなもなんかちょっと思い出したらコメントしてください、うんうん、なんかまだ出てきそうだもんね、うん、はい、ということで、ひとまずね、お便りのコーナー締めたいと思います。以上、日報報告のコーナーでした。はい、ということで、あ、来た、 SE 来たね、来た、ちょっとさっき鳴らそうとしたの、鳴らなかったの、うん、おめでとうございます。おめでとう、第一志望合格、いい。で、いつものごとくね、ちょっとテーマ、次回のテーマね、言うの忘れてたので今言っちゃうんですけども、うん、次回のファルゾーニタウンのお便りテーマですね、うん、なんかすごいの来たな、うん、一生続けたいこと。そう、なんである、なんですか、ファルちゃん、パッと出る？
して、フットサル。あジジイになってもフットサルしたい。いいね、うん、そうだね、そこで転んじゃって。そう。そっからね、こうガタガタ。なことだよね。いやそうだね、フットサル。うん、いやパッと出るのっていいね。うん、私もなんか、考えとこう。うん、ぜひぜひお待ちしております。うん、ということで、前半終了のお時間があっという間に訪れました。この後、上納品支払ってくださった方限定でお届けいたしますよ。後半は、ダミーヘッドマイク、軍曹を使って皆さんの精神を堕落させていきたいと思います。また、冒頭でもお伝えした通り、今回もね、ゲームのちょっと、配信というか、ゲームやります。配信プレイやっていきたいと思いますよ。はい、じゃあ、一節いきますか。お願いします。ちょっとね、こたつ入ってかさ、うん、高さがね、高さがちょっとどうしよう、ね、どうしようかしら、軍曹抱き寄せてくれ、軍曹、じゃあ行きますね、いいですか、行きますよ、寒いよ、逆だった、逆、逆って何、耳逆だった、まあ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 挑戦します、寒いよ、寒いね、かわいそう、こたつ入っておいて何よ、右、耳逆だった、うん、失礼しました、大丈夫、ちょっとね、なんでだろうね、今日まあ、あ、新しい場所ですからね、いろんなことはありますよ、初回はね、え、お許しいただければと、うん、何卒ね、ちょっとね、え、新スタジオもしかして私初めて、そうだよ、今日初ですよ、ここ、ね、ここにいろんなものを置いて帰りたいと思います。ということでこんな感じでね、遊んでいったりしたいと思いますので、後半もよろしくお願いします。次回の総会の日程はですね、3月の4日20時、うん、3月の4日20時ひな祭りの次の日ですね、うん、となっております、よろしくお願いいたします。でもっとお次はファルゾーニタウンの侵略先ご紹介です、ドン、はい、はい、ですね、気になる番組ございましたらぜひぜひそちらにも遊びに行ってくださいませ、はい、つわけで告知ですが、私の方からは、うん、近々のものだけお伝えさせていただきます、まず一つ目は2月の27日火曜日、今月の火曜日、27日火曜日ですね、はい、リンク出てるかしら、うん、出してくださいませ。ぽい。はい。朗読劇、怪人二重面相。こちら、出演いたしますので、ご都合つく、つく方、ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。いきますよ。嬉しい。待ってます。ともくんとね、うん、同じ事務所からはともくんと出演させていただきますので、平日なの辛い、そうだよね、まあ、ご無理ない範囲で来られる方はぜひぜひ、はい、あ、仕事終わりに駆け込みます、 ありがとうございます、お待ちしてます、ただね、駆け込みでお怪我などなされないように、全然ね、ちょっと遅れて入場とかもできるはずですので、はい、遊びに来てください、ぜひお願いいたします。博品館かな、今回は、ごめんなさい、ちょっとふわっとしてるから、リンク、さっき貼ったリンクから見ていただければと思います、はい、続きましては、キンキンといってあれですが、ですね、ちょっと先になりますけども、5月の26日に群馬フォアレーゼンですね、はい、こちらお伺いいたしますので、ちょっと先ですが、予定などをちょっと見つつ、お近くの方もしくはね、
遊びに来れる方はそちらもよろしくお願いいたします。はい、以上です。あ、で、まあ、リンクの等々は貼りませんけれども、うん、はい、ん、来週、うん、え、今週、うん、アンスタのねライブございますので、はい、はい、スタフォニーございますので、配信等々もね、あの、いろいろ媒体がございますので、ご観覧いただける方は何卒よろしくお願いいたします。以上です。はい、はるちゃん何かありますか。はい、ちーちゃんがヘブンバンズレッドに出てます。ああ、そうでしたね。ぜひぜひ、はい、ヘブ版皆さんやってみてください。ファルドーズ、まあ、姉妹の方が出てるのでちょっといろいろやってますが、とても面白いので、ぜひぜひやってみてください。無料でもガンガンレベル上がりますんでね、一回やってみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。はい、ヘブ版ね、そうか、ね、そうだよね、ファルゾーにメンバーですと、小川さんが出てるのきっかけで、はい、ずっとガチャ引いてみた動画やらせてもらってる。はい、古賀さんとね、はい、ポイバーでは田澤さんも、そう、マスミンが出てますね、はい、出演されていて、ちょっとねご縁がある感じになりまして、はい、嬉しいですね。はい、ぜひやってみて、今ちょうど2周年だからいろいろもらえると思います。はい、はい、お願いします。ファルゾーニチャンネル、 YouTube チャンネル、登録お願いします。切り抜きをバンバン上げていく予定です。そして、はい、アダジーのソロ配信もやらせていただきますので、お便り送ってください。ある程度集まったらやりたいと思います。あ、まだやってないの。まだここでやりたくて。あー、なるほどね。一人で、うん、いろいろ、そうだね、テストもかな、ね、そう、なので皆さんよろしくお願いします。あ、お願いします。というわけで、うん、数分間の休憩挟んで後半の方を再開いたしますよ。ここまでの方は、また来月、後半いらっしゃる方は後ほどということで、第19回目月刊地、前半ありがとうございました。またねー。雪気をつけてねー。